すんごい品揃えです。明日から販売です。なんでまだ全部福袋がお店にある状態です。最近の福袋っていうのは中身が分かってるものが多いじゃない。これが入ってますよとか、ポイントさんの福袋だと中身が分かんないっていうか、すごい面白いなと思って今回買いに来たっていう。案件っぽくなってます。案件じゃないが、よろしくお願いします。どういったものがあるのかっていうところを教えていただきたくって、この辺並んでるのも全部東京湾の釣りで人気な滝魚店屋とかカワハギだったりとか。あ、カワハギ7万円。そうですね。結構いい値段しますね、はい、やっぱり内容が素晴らしいことになっているという。そうですね。これ福袋1個買ったらもうそのまま釣りに行けるような感じのセットになってるっていうイメージで大丈夫です。そうですね、はい、これを機会に買ったらそうです、ね、行けちゃうよって、はい、案件動画みたいになってるよ。でもあの案件とかじゃなくて本当自ら押しかけてるだけなので、明日の12月の16日から発売が開始して1月の3日まで販売しておりますので、はい、ぶっちゃけ一番人気のやつはどれですか。うちだと結構あのレギング用品と船立ち用店屋がすごい人気なので、その辺が一番盛り上がるかなと思いますね。あとこっち側にも、はい、ルアーの詰め合わせだったりとか、ピップライニングですねのエギの詰め合わせ、1万円で1回くじが引けまして、最大1万円分のお買い物券が当たるくじをやっておりますので。なるほど、はい、あその場で、じゃあ明日あの1万円分のやつだけ1万円抜いといてもらいます。何買おうか考えよ、手が出しやすい。もう自分で金出せよちょっと、うん、買ってない、買ったなんて一言も言ってない。買えない。いや買いますんでって言ってたじゃねえか。明日は買いますよ。買うけれども、それ俺のお金のつもりだったんだろ本当は。あなたが買ったらあなたのものだし、私が買ったら私のものだから、買うつもりなかったし、それもしかしたら残っていたものによ。いや以上お前あのエビングセット買っとけ。エビングセット安いよ。10万円ですよね。10万円安い。安いですか。サオリーズだけで10万円超える。リールは入ってんすか。おー、インパ。じゃあこれ売れちゃうでしょ、多分。多分かなり欲しいって思われちゃう。あら、あ、欲しい。間違いない。あ、じゃあ買おう。絶対が可愛いですよ。くじ引きそしたら10回引けるの。さっきあの山下さんに1万円のやつは1個くじ抜いといてくださいって言ったんですけど。ダメだ。ダメですか。ダメだ。またまた楽しみにしてよ。楽しみになってきた。ちょっと明日何が残ってるかですね。とりあえず来た時に明日発売になって結構バッと売れるので、一応一部追加ができるかもしれないっていうような感じなので、福袋の販売日当日です。釣り終わりなんで若干ボロボロなんですけど、今から福袋を買いに行きたいと思います。店内来たんですけど、めっちゃいっぱいありました。カワハギはもうないんだ。エビングセット残ってるよ。社長が昨日注目してた。10万円明日ティップラン福袋10万円1つ店屋セット1万円。ライトゲームあのバルケットが入ってるってもう書いてある。書いてある。タイヤバセット天秤立ち用セット、中央天野セットと甘大セット。これほらあれ魚料理セット。結構重いんだよね。これシェアキープとしても僕が社長と言われてる原因を嫌われちゃう。そんな言い方して、はい、待って待ってマジで。え、行くの本当に。9時10回引けるよ。社長エビングやりたいって言ってたもんね。でもいやもう持ってないしね。すげえ。これ売れなかったんですよ。これ残ってましたね。時期じゃないですか。もう今から来年だから先に買っとこうっていう。でもお得なんですよね、これ。買いだなみたいなやつ。ディップランやりますね。ディップランのこれもちょっと破格です。10万ですけど。何が入ってるんですか、これ。これはリールがバンキが入ってる。バンキッシュ入ってる、はい。これが次にお得です。これもそうですね。じゃあこれ。本当にもうちょっと考えた。この竿がいい竿なんですか。竿いいんですよ、ね、竿も、はい、あのこれがマガツの一番いいやつなんで。ああ、ガマガツヒップラン1年に1回行かないかぐらいですよ。はい、行ってないです。だからそれよりちょっと要検討にしませんか。これはどうなんですか、お買い得なんですか。これもかなりお買い得。まあこの金額どれも、まあ、いくら以上とはなかなか言えないですけどかなり大量に入ってます。持ってみて、マジ重いよ。じゃあ行っちゃおう。本当に大丈夫なのか、うち心配になってきた。今のところいくらだ。今26万6000円。
これ26万で前6000円ね。6000円これ収入格差の問題があるから格差すぎない？しょうがないね。ちょっと見たいんです。私もちょっと買いたいのでちょっと見る、うん、これやめる？これはね、ちょっと、ま、やらないよね。そうですね、ちょっとプランがもうちょっと他のものだったと思うので、はい、変やな、欲しいかも。あ、でもリールが入ってないんだ。リールが入ってないんだ。あ、船ライト五目セット軽いな。こっちは1万2000円のそうだから、5000円しか違うなら全然こっちの方がお得だと思う。じゃあ、こっちこのぐらいじゃないか。それと、あとお料理のやつで、うん、2枚1000円、自分のお年玉みたいなもんですよ。じゃあそれ買ってください。はい、はい、で、会計を、はい、それとお料理のやつと、はい、あとあの別で、はい、はい、爆買いです。18回くじがね、18枚、はい、50円、50円入れといてくれたの、ちゃんと。300円。おー、300円。おー、入ってんの本当に。おっ、ミト出たよ。来いよ。あー、50円。ちーちゃんの、私はね、不順がありますから。ふぃー、なんか1000円。さあ、来い、1万円。さあ、くじ引きで4800円分お買い物券当たりました。はい、自宅に戻ってきました。それでは今回買った総額18万1000円分の福袋を今から価格が安いものから順番に開封していきたいと思います。どんなものが入ってるのか、どれだけお得なのか、すんごい楽しみですね。早速開けていきます。まず最初は私が買った魚お料理セット6000円、こちら開封していきます。お、いっぱい入ってる。まず一つ目は、あ、これ嬉しい、魚の内臓取りブラシ。魚のあの血合いを素早くかき出せるものだそうですこちらがアマゾンでは売ってなくて、楽天市場で282円です。次がこちら、万能オムニシザーキッチンバサミですかね。釣り場での簡単調理、魚さばきに切れ味のいい分解可能な多機能キッチンバサミ、楽天市場で1980円です。続きまして、あ、これはもうよく私も使ってるやつ、ピチッと浸透圧脱水シート。私もね、すごいよく使ってます。みりん干しとか作ったり、魚の干物、あとはお刺身の脱水なんかもこれがあればすごい簡単にできるんで嬉しいですね。楽天で1199円でした。次はこちら、これポイントさんオリジナルなのかな、イカの塩麹漬けの素って書いてあります。法政丸さん監修って書いてあります。楽天市場で700円でした。はい、こちらクリッカ真空パック&真空調理専用耐熱袋14枚入り、ジップロックみたいなやつで煮たりとかもできるよっていう袋ですかね。楽天で381円でした。これもクリッカですね。あ、ポンプがついてて布団の圧縮袋みたいにこう真空調理ができるよっていうものですね。アマゾンで1755円ですね。ラストが、おう、うろこ取り、なんかこう変わった形のうろこ取りですね。ちょっと丸っぽくなってます。ガマカツさんの販売してるうろこ取りです。楽天市場で1789円です。お魚調理セット6000円福袋の中身だったんですけど、全部で 1,2,3,4,5,6 7点入って、総額がネット価格になるんですけど8086円、約2000円ぐらいお得な福袋でした。全部ね、あの外れがなくって使えるものだったんで嬉しいですね。さあ、次の福袋に行きます。はい、続きまして、こちらも私が購入しました福袋、船ライト五目セット1万5000円です。はい、ではまずは竿。竿はですね、もともともう福袋から見えてたんですけど、電エモン丸原点ライト2 73190M というモデルです。
73調子の本当にスタンダードなモデルだと思います。重り負荷はマックス60号ですね。スタンダードなライト味とか40号とか、まあ、それぐらいの釣りだったら全然問題なくいけますね。価格が楽天市場で 12,800 円です。え、15,000円の福袋なのでなんかもうすでにお得感が。それでは続きまして、お、リールも入ってる。リールがライトステップボーター、あ、これあのポイントさんのオリジナルですね。株式会社高宮さんってなってるのでのライトステップボーター。1号が 200m 巻けるリールですね。開けていきます。今回福袋買った時に糸巻きしますかって、あの福袋に糸もついてて、もう事前に巻いてもらいました。お、こんな感じです。スタンダードなベイトリールですね。こちらが楽天市場で4200円でした。で、ここに巻いてもらった P ラインがこちら、レーモン丸 PE 船、あ、1.2号 150m ですね。こちらが楽天市場で1680円でした。あ、ライトタックル用サニーチビライト。あ、30号ライトは40号。あー、なんだろうな、30号で使えるやつってあんのかな。入ってたのは嬉しいです。40号だったらもっと嬉しかった。でもなんか確かこう中になんか10号重さなんか入れられるのがあった気がするから、買い足して使わせていただこうかと思います。 あと色がね、黄色だったらイサキ釣りの時でも使えたんで、欲を言えば黄色だったらもっと嬉しかったかな。 Amazon で1536円でした。あ、ライト天秤、山下さんのライト天秤ですね。40号までの釣りに最適って書いてあるのでちょうどいいですね。 Amazon で440円でした。はい、原点装着してみました。こんな感じです。先はこうプルプルっとね、アジの振動もしっかり伝わってきそうな感じです。これなら初心者の人でも扱いやすいと思います。ダブルヒット、トリプルヒット、こんな感じです。次が最後です。はい、こちら切る、抜く、回すフライヤーです。これもあのポイントさんのオリジナルですね。 Amazon で615円でした。以上で船ライト5目セット 15,000円、アイテム全部ご紹介したんですけれども、全部で6点入ってまして、総額が約 22,825円。お、7,000円ぐらいお得な福袋でした。はい、ここからは社長が購入した高額福袋です。シマの船立ち用天野袋6万円です。早速開けていきます。これ重いんですよね、すごい。なんか天野が結構いっぱい入ってんじゃないかななんて予想しております。はい、まずは竿ですね。サーベルマスター TT82MH180、 重り負荷30-100号、適合天野30-60号です。こちらの竿が Amazon で 17,519円でした。続きまして、すごい、じゃん、フレイズ600電動リールですね。シマノのフォースマスター600とかもともと使ってたんですけど、タチウオテンヤは基本的に電動リールでやることが多いので、電動リールが入っている福袋を今回選びました。はい、こちらですね。かっこいい。P ラインはもう店員さんに巻いてもらいました。ブレイズ600が Amazon で 38,800円でした。で、ここに巻いてある P ラインがタナトル42号 300m ですね。こちらは楽天市場で1550円でした。サーベルマスター TT 店員を装着してみました。結構硬いですね。本当に店員たちを専用だよって感じで、今まで多分こういうここまで硬い竿で店員たちをやったことないんで、やってみるのが楽しみです。うん、本当にしっかりしてる。立ちはもっと引くかな。ドラゴンかかりました。こんな感じです。おお、ギュイーンってなってもしっかりしてます。お、
フィッシンググリッパー、魚つかみですね。こういうちょっと手から距離感があるフィッシュグリップ持ってなかったので嬉しいです。おそらくこれタチウオメインで使うようなフィッシュグリップだと思います。後ろの部分にトゲのある魚をつかむときも安心って書いてあるのでね。 Amazon で2291円でした。続きまして同じのが2つ入ってます。除菌消臭ウェットシート、タチウオ手があんまり、あ、イワシか、イワシをね触った時に臭くなるからっていうのでこう2個ね入ってました。2つで960円ですね。お、続きましててんやが重い、はい、1、2、3、4、5、あ、てんやが6個も入ってます。あ、すごい、全部違うカラーだ。はい、全部50号なんですけど、シマのサーベルマスター筆てんや、オール50号だね。はい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 、欲を言えばですけど、いろんな釣り場で使いたかったんで、こう40号から60号とかで2個ずつとかだと思ったら嬉しかったですけれども、50号でも色もね全然ほらなんか違いますんで使えますし嬉しいです。1つあたり Amazon で約1405円だったので、6個全部で8430円でした。以上で島の船立ちてんや袋アイテム全部ご紹介しました。11点で総額が約 69,550円でした。約1万円ぐらいお得な福袋でしたね。金額が上がるにつれてだんだんお得金額も上がってきてます。最後の福袋に期待です。最後の福袋です。エビングセット10万円開封していきます。ではまず竿、はい、竿が天竜のジグザムドラッグフォース JDF621S5 です。メーカー小売価格が書いてあって5万3000円って書いてあります。天竜の竿、うわうわしっかりしてますよ。はい、あ、しっかり、結構硬い。ワンピースロットですね。これってエビング専用なのかな、エビング以外にも使えるのかな。こちらはジグが 200g まではいけますね。ドラグマックスは 10kg、 大型のヒラマサブリをターゲットにしたハイパワーモデル、大型の回遊魚にも対応というふうに書いておりますので、エビング以外でも大型魚を狙ったジギングでも使えそうですね。その方がなんか嬉しいな、エビング専用モデルだとエビングしか使えないってなっちゃうので、それよりもいろんなジギングとかにも挑戦できるような竿が良かったんで、こっちの方が嬉しいです。まあ社長のなんですけど。こちらの竿が Amazon で 44,479円でした。はい、続きまして出ました、ツインパワー。もともとツインパワーが入っていますよとはねここに書いてあったんですけど、番手が1万4000でした。8000ぐらいが入ってるのかなと思ったんですけど、1万4000は素直に嬉しいですね。1万4000番だったらエビングだけではなくってキャスティングもクロマグロ以外だったら大体挑戦できるので、いろんな用途に使えますね。開けます。うわ、ツインパワーかっこいいです。こちらが Amazon 価格で 59,654円です。あれ、竿とリールでなんだかすでにお得感が、あ、え、これピーも巻いてもらったんですけど、すごい丁寧にあのノットまでリーダーもつけてくださってますね。ありがとうございます。こちらの福袋についていたピーラインがシマのグラップラー8 5号の 300m です。こちらが Amazon で3866円でした。まだまだいっぱい入ってますよ。続きましてリーダーはバリバスオーシャンレコードショックリーダー120ポンド、これいつも私が使ってるやつです。 Amazon で1509円でした。続きまして、はい、こちらエビング用の直線天秤ですね。 Amazon で734円でした。は
はい、続きましてオーナーのエビングリーダーキハダマグロバージョン、エビングの仕掛けですね。こちらがアマゾンで660円でした。あとはエビングのワームが何個か入ってます。全部ダイワさんので種類がちょっと違うので1個ずつ紹介していきます。ダーティング&エビングゲーム対応ソフトベイト、サイズが 2.5 インチと 3.5 インチ、カラーがケイムラクリアとケイムラネオンですね。価格がどちらもアマゾンで694円でした。ダイワのエビングスティック、こっちの黄色の方が 3.5 インチケイムラブルーコアとケイムラクリア、 4.2 インチの方がケイムラクリアです。クリアカラーの方が両方とも743円でした。ケイムラブルーコアの方が825円です。以上で10万円最高額のエビングセットだったんですけれども、総額が約113,941円でした。約14,000円ほどお得だったということですね。はい、4つの福袋すべて開封し終わったんですけれども、全部のアイテムの総額金額がこちらです。214,402円でした。購入した金額が181,000円でしたので、そちらの金額を引くと、はい、33,402円、お得でした。それにプラスしてくじ引きをね18回引けたわけですよ。その時に当たったお買い物券が4800円分ありましたんで、約38,202円お得に釣り具を購入することができました。ワクワクもプラスするとかなり満足感ありましたね。安いもの、私が買った6000円と1万5000円のやつはそのお得金額で言ったらちょっと少なかったですけれども、社長が買ったシマノの太刀魚天野袋6万円とエビングの10万円の方は特にお得度が高かったように思います。1月の3日までポイントさんではこの福袋、なくなっちゃったものは人気だったら足して購入ができるそうなので、なんか気になったものがあったら皆さんもぜひポイントさんに足を運んで買ってみてください。それで何が入ってたか教えてください。ということで今回は以上です。またねー。ご視聴ありがとうございます。ちーちゃんフィッシングクラブでは関東メインフィールドに日本全国四季折々の船釣りを発信しております。この動画が面白い、また見たいと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、フェイスブック、ツイッターもやっておりますので、そちらもチェックしてみてください。また釣り場でお会いしましょう。またね。